それでは、次は後輩のね、5期生が来てくれました。5期生の皆さん、チーズかですね。これはね、動きがすごい。え？やっぱ先輩の動きはちげえわ。やっぱあの先輩ですからね。あのこれぐらい動けるように先輩になるとなるんですね。まあ皆さんも先輩になればね。先輩だもんな。そう。そう、先輩ですよ。知ってました？知ってる。先輩や。知ってる。知ってる。先輩や。先輩や。先輩やめてください。今日はね、まあ、あの、5期生の、皆さんとね、あの、ちょっと座り方がかっこ悪かったんですけど、まあ、あの、5期生のね、皆さんと、まあ、まあ、一応ね、話す最後の機会ということで。さあ、そっか。皆さんとね、あの、話できたらいいなって、思いまして、来ていただきました。はい。まあ、なんか、思い出なんかもね、まああまり作る時間が一番やっぱ短かったんでね、皆さんとは。本当ですよ。皆さんとは数ヶ月ですかね。私はあの、ホロライブにいた時間自体が1年と、まあ、7ヶ月ぐらいで、皆さんがデビューしたのは8月なので11ヶ月ですね。11年も経ってない。経ってないんですね。あ、ちょっと経ってないんですよ。短いな。まあでもね、その中でもなんかちょっと私のなんか、まあまあ最後ですしね、まあぶっちゃけちゃって印象なんかも言っちゃってもいいんじゃないですか。じゃあ第一印象とか言います？第一印象。第一印象。聞きましょう、聞きましょう。いいじゃないですか。それね、一番大事。マスト。あのね、あの、初配信の時の、あの、最初の入りのアニメ、手書きアニメみたいなやつ。すごかった、すごかった。あれがめっちゃ印象残ってて。俺すごいなと思って、ねえが自分がデビューする時もああいう最初からインパクトのある女になりたいなって思って、失敗した。失敗したの？失敗してないのかよ。ないですか？本当ですか？全然失敗してないと思いますけど。私ね、まあそうですね、皆さんにはそういう風に印象に残ったって思ったの聞いたの本当初めてなんで、ちょっと嬉しい。じゃ、ラミちゃん、ラミちゃん、最後ラミちゃん。ラミは、もう、ココ先輩のことプレスリリースから見てるんで。プレスリリースか？俺が言ってた。あなたの第一印象、いつからですか、それ。プレスリリースからですよ。いや、もう、とにかくすごかった。台風のような感じで、もう、プレスリリースからすごいインパクトがあったし、一人だけ身長がめちゃめちゃ高くて。あ、それは確かに。面白かったね、本当に。そうそう、すごかったし、初配信のインパクトもすごかったし、もうとにかくね、なんだろう、ホロライブに完全に新しい風が吹きまくってた。ビュービューしてたね。ビュービューしてた。おぉ、褒めちゃってますね、これ。いや、でも、ここ会長入ってだいぶ変わったよね、そのなんか今までの流れがなんかもう本当に。で、このさ、うちらもさ、やっぱりこの5期生としてデビューしてわかるけど、あの、新人としてデビューして、やっぱ先輩たちに協力してもらって朝ここをやるとかさ、そういうのってどれだけ大変か、やっぱり、入ってみてわかるじゃん。労力のね、使い方とかね。そう。いや、ほんとね、初めてできた、なんていうか、こう、まあ、遠慮なしにいじっていい後輩なのでね、私にとっては。確かに。そうなんですよ。私はね、まあ、先輩とか結構朝こことかでいじったりしてきたんですけど、あの、先輩はちょっとね、あの、すいません、先輩顔面とか爆破したり、頭反ったりしていいですかねって。結局。そうですね、ちょっと聞いたりしてたりしてたんですけど、後輩に関してはね、もう何してもいいかなと思って、あんまなんか聞かずに適当にね、爆破とかしてたんで。そうだった。私、最初のコラボが会長だったんですけど、もう完全に爆破してましたね。7人ぐらい爆破しましたね。してましたね。してましたね。あの時やっぱ、ぎこちなかった、すごい、お互いなんか、どこまで、どこまで、みたいな感じだった。やっぱり。でももう、今こうやってね、普通に話してくれてるんで、すごい、まあ、ちょうど馴染みをした時だったんでね、突然卒業して、すまんの
会長許した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 。まあやっぱりでも会長も朝ここやってた時って多分一番後輩としての立場でやってたじゃないですか、うん、もちろんね、それでもなんかそのホロメン同士をやっぱりつなぐね、うん、ハブとしての機能を果たしてたわけじゃないですか。で、まあ、ご規制もなんかここ会長みたいにね、うん、ならないとねっていうのはちょっと思ってます、うん、マジレスするとやべえ本当だそうだそうだよそうなんですよね助けて会長今さら助けて会長どうしたらいい俺たちどうしたらいいんだ会長俺たちどうしてるんだこれから会長何かアドバイスをアドバイスくれ遠慮せずにね、先輩とか普通に皆さん優しいんで、まあ知ってると思いますけど、皆さんほんとね、はい、話しやすくて優しい方々なんで、まあ私の時はね、ちょっとまあ特別というか、まあある意味好きに暴れられたのでね、皆さんの時とはちょっと違うかもしれないんで、皆さんはね、皆さんのやり方でぜひ視聴者の方をね、楽しませてほしいと私は思いますよ。先輩からの最後のアドバイスは、それかな。ギリギリを攻めていきます。重いよ。楽しくね、やればいいんじゃないかな。私もね、楽しかったからやってただけなんで。って思いますよ。まあでも君たちこれから君たちもね、先輩になる時が来る。はい。そういう時はね、後輩をね。どう教育するかは君たちにかかっている、そういうわけだ。なのでね、無様ミセンジャーないぞ。はい、わかりました、会長。ミス、わかりました。見ててください、はい、見ててください、俺ら頑張りますんで。声が汚い、声が。あ、それでは、皆さん、ご帰省の皆さんでした。今日は来てくれて、あ